はい、えー、皆様、えー、こんにちは、えー、レック専任講師、えー、特定社会保険労務士の吉田達夫でございます。えー、今日はですね、えー、2024年向けのですね、えー、レック渋谷駅前本校で行います社会保険労務士合格講座のですね、えー、ご案内をさせていただきたいというふうに思います、えー。10分ほどお話をさせていただきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思います。 えー、皆様のお手元にですねもし、えー、この社会保険労務士合格講座社労士合格コースのですね、えー、パンフレットがあればぜひ、まあ、そちらの方もご覧いただきながらということで、まあ、簡単に、えー、ちょっとカリキュラムの方ですねお話をさせていただきますと、えー、社会保険労務士合格コースはですね基礎編といって、まあ、あの主に 初めて、えー、これから社会保険労務士を勉強しようという方、それから、えー、昨年、えー、受けたん昨年あるいは今年受けたんだけれども、ちょっと点数が足りなかったよと、もう一度基礎からやりたいなという方のためのコースというふうに捉えております。えー、基礎編というですね、えー まず、まあ、イントロですよね、えー、各科目、まあ、労働基準法、それから労災保険法、雇用保険法、健康保険、国民年金、厚生年金、これは3回、それから労働安全・衛生法と労働保険徴収法、労働の一般常識と社会保険の一般常識、これは各1回ということで、全部で22回の、えー、講義を行いました後に、いよいよということで、えー、合格講座、本論編というのが入ります。 えー、今日はです、ね、こちらの方のお話がメインになるんですけれどもこの合格講座本論編というのはです、ねまあえー、社老子試験に必要な知識をです、ね、基礎からしっかりと学,べ学んでいこうという講座でございまして、えー、全部で,です、ね、57回ございます各科目大体5回から6回というところが多いですね。 えー、労働保険徴収法がまあ3回というのと社会保険一般常識が4回とううなっていますけれどもそれ以外の部分については大体5回、おおむね5回から6回のインプット講義がありましてでそれぞれの科目、まあ、労働基準法と安全性法は一つのくくりになっていますけど、それ以外は各科目、インプット講義が終わった後に確認テストという形でテキストに載っているような問題が えー、全部ね、択、え、一、ー、式が、えー、15問、選択式が2問という形で用意をされていまして、これで、えー、今まで勉強した内容っていうのがしっかりと身についているかどうかっていうのを確認することができる、そういう確認テストでございます。これがだいたい11月からです、ね、始まりまして、えー、5月の終わりぐらいまで、えー、かかります。 えそのあと、ねえー、6月に入りますといよいよまあ8月の社会保険労務試験に向けましてていうことで直前編ということで改正法、まあ、労働基準法をはじめとしてです、ね、各科目必ずと言っていいほど改正される内容というのが試験に出ますですのでこの改正された内容についてしっかりと学んでいこうという改正法攻略講座それから各科目で微妙に 違っているような、似ているようなっていうところがあって、そこら辺をきちんと整理しましょうということでの横断攻略講座、そして社会、えー、労働の一般常識ではです、ねえー、厚生労働白書であるとか各種統計資料、こういったものがあの出題をされます、そういったものを、まあ、あの勉強方法を、ね、しっかり学んでいこうっていうです、ね、白書統計攻略講座、さらには実践答弁といってです、ね、これは本試験予想 まあ本試験に近い内容ですね、本試験のレベルに近い問題をです、ね、50分で、各科目50分で解いていこうという実践答練、それから全部,で3回全部で3回開催されます、全日本社労士公開模試と、こういうものが全部セットになっているのが、社労士の基礎編と合格コースということになります。 さらにオプションとしてです、ねまあ、あの重要な判例なんかがです、ね厚生えー、と最高裁判所の重要な判例なんかが特に労働基準法とかでは出される可能性が結構高いのでそういったものを学ぶ判例マスター講座であるとかちょっと選択式が苦手なんだよなという方のためには選択式の問題演習をと解説を入れた 選択式対策のための選択式予想講座それから年金が苦手っていう方はですねこれはまあ講義コースの最後になりますけれども年金横断講座っていうのも用意をしているということでございますはいえこういう講座がこのが合格コースということになるんですけれどもまあその中でですねまあこの渋谷駅前本校というのはどういう特徴があるかっていうのをちょっと書き出してみました。 一つ目、暗記に頼らず理解できるっていうことでですね、社会保険労務士試験っていうのは暗記の試験だっていうふうに言われ、おっしゃる方もそこそこいらっしゃるんですけれども、もう今はですね、暗記なんかでですね、太刀打ちできる試験ではございません。はい。 とにかくちゃんとやっぱり理解をさせるというね理解をするということが大事なぜこういうふうな規定になっているのかということがですねしっかり分かっていないと問題が解けませんはいということでまあ私の場合にはですね、えー、社労士事務所のまあ代表ということで、えー、10人の職員を抱えてですね日々、えー、毎日 たくさん苦闘しているわけでございますけどそういう中でですねたくさんのお客様からですねいろんな質問を受けます あるいはうちの職員からもですね先生、こういうふうにこれはどうしたらいいんでしょうかっていう結構、質問がありますそういったときにあっていうふうに気が付いたものですね実際の実務であのあこれで具体的な例として皆さんにお話ししていいんじゃないかっていうところをですね具体例をちょっとお話をしながらですね皆さんにあなるほどそういうことだったんだということがちゃんと理解していただけるような講義をやっていこうということでございます。 はいそれから2番目ですね効果的な復習ができるっていうところなんですけれどもまあ暗記はダメだめだで多くの社労士の受験生って結構学生さんあまり多くないんですよねほとんどの方が社会人の方が勉強されますそうするとですね、えーえー、高校大学まで一生懸命勉強されていたんですけれども 学校を出られるとしばらくブランクがあります勉強するというブランクがありますそんな中でですねそんな中でですね、えー、暗記とかですね昔はですねそれこそ英単語の暗記であるとかですねそれから歴史の年号の暗記であるとかですねそういうのをいろいろやって たってこられたと思うんですけれどもそれと同じ勉強法でやれるかというとなかなかそういうわけにもいきません、えー、やっぱりしっかりと理解をしなければいけないということになった場合にはです、ね、じゃあどうするかといったらもう繰り返しです、はい、何回も問題を繰り返す。 えー、それからですねさらに言うと忙しいですから皆さん方が学生の時のような勉強法をやっていたらとてもじゃないけども私の場合にはですね、えー、いつも皆さんにお話をしてるんですけれどもこのインプット期と言われている、えー、各科目の講義をやってる間はですね問題を えー、とにかく解いてくださいと過去問をですねとにかく一生懸命何回も何回も同じ過去問をですね何度も何度も繰り返しやっていただくっていうことを皆さんの方にはお話をしております、えー、そうするとですねいや何回もやったら答えを覚えちゃうでしょうというふうに言われるかもしれないんですけれども答えを覚えることが目的ではないですね。 なぜこういうふうな規定になっているのかなぜ×なのかなぜ丸なのかっていうことがとっても大事になってくるんですけどもそれって何回も繰り返しあってあこうだからこうなんだよなっていうことが自然と身についていくわけでございますよね。はい、何回も繰り返しある、まあ、言い方方を変えますと皆さん方が、えー、普段のの仕事の中で 毎日やる仕事、それから週に1回やる仕事、月に1回やる仕事、半期に1回、年に1回ってあると思うんですけども毎日やる仕事であるとか毎週1回やる仕事なんていうのは、まあ、4、5回やればですね4、5日、ね、毎日やる仕事であれば1週間毎週やる仕事であれば1か月やれば自然と体が動くようになりますよね。そそうううすするるとと別にマニュアルとかそういうのを見なくてもでできるわけですよ、はい、だけよだど 半疑に一回の仕事だとか、年に一回の仕事ということになると、そのためにマニュアル見てませんか。それと同じです。ええー、社労士の勉強もですね。とにかく繰り返しが大事です。繰り返し、毎日毎日繰り返して、同じことを繰り返すことによってですね。それで。頭の中に入れていこうっていうのが、私の講義でございます。 はいいそして3つ目でございます忙しい社会人のためのフォローが充実しているということで私の講義のですね、えー、日程の方をお話をしていこうと思うんですけれどもはい、えー、ちょっとこちらを見ていただきますと、えー、渋谷前本校はですね休日クラスと平日クラスとございます。休日クラスは10月の28 本論編は10月の28日からです10月の28日から毎週土曜日基本的に毎週土曜日に午前午後午前10時から12時半と13時から16時までという形で、えー、2時間半の講義を2コマを受けていただきます、えー、そしてです、ね、平日のコースです平日クラスというのは これも11月の2日から始まりまして毎週月曜日と木曜日の基本は夜の7時から9時半え月曜日、木曜日が祝日になった場合だけ、まあ、午前中ということで10時から12時半という形でやるんですけれどもこれ、えー、両方とも私が講義を行います渋谷駅前本校に関してはこの合格講座本論編 平日クラスと休日クラスございますがこれ両方とも私が講義を行いますでスケジュール的に言うと休日クラスが終わった後に平日クラスがあるとこういうふうな流れになっております。という形でですね両方まあ えっと忙しいとですね今日は平日クラスに出ようと思ったんだけれども、えー、残業があって今日はちょっと出らんないやとかですねあらかじめちょっと今週は忙しそうだから、えー、休みの日にちょっと勉強しておこうというふうな形で、えー、自分のですねライフスタイルに合わせてですね自由にえスケジュールを組んで両方ともまあ あの同じ、えー、ところをやるにしてもですね先生が変わってしまうもちろん乗り入れはできます。えー、レックは、えー 他の,校舎への乗り入れもも自由なんですけれどもとはいってもですねやはり成田先生で両方ともね成田先生で普段からやっぱり勉強したいっていう方にはですね平日と休日と両方同じ講師の方がいいんじゃないかなっていうことで渋谷駅前方向の場合にはこういう形で休日ガスと平日ガス両方が、えー 設定皆さんのお仕事に合わせて、えー、自由に、えー、来ていただくことができるということそれからどうしてもそれでも、えー、講義に来れないっていう場合には REC、えー、の場合には、えー、ウェブフォロー、ねえー、ウェブかそれから DVD のフォローもついておりますのでそれで学習をすることもできます。はいえー、特にに渋谷駅前方向の場合には えー、私の生講義を、えー、ビデオで収録をしてウェブでフォローしてますんで、えー、そこら辺も有効、えー、に活用していただければ、えー、ありがたいんじゃないかなというふうに思いますでスケジュールの方は、えー、休日の、えー、平日のクラスは11月の2日から始まります休日のクラスは10月の28日から始まりますんでぜひですね、えー、皆さん、えー ちょっと、えー、起きてみたいな、えー、無料体験もできますんで、えー、一度ですね渋谷にお越しいただいて私の講義をですね、えー、体験してみていただいてそれでよろしければぜひですね来年の社労試験を向けて一緒に頑張って頂ければというふうに思っております。 ということでですね早口になりましたけれども2024年向けの社会保険労務士合格講座のご案内でございましたあともう一本ですね私の講義がどんな形で行われているかっていうことでのまあ体験講義の方も30分ビデオを用意しておりますのでぜひそちらの方もご参考にしていただければと思います え以上、えー、レック専任講師特定社会保険労務士の吉田達夫でございましたご清聴ありがとうございました